集客を難しいって考えてるあなたへ、本業を行っている間にあることを行っていけば難しいとは感じなくなります。最後までお楽しみにご覧ください。集客が難しいと感じてしまう要因にはこれらが考えられます。ライバルが増えて急に集客ができなくなった。売りたい商品があるんだけれども、なかなかお客様に良さが伝わらない。やり方がわからない。難しいマーケティング用語だらけでわかんなくなってきちゃった。誰に何をどう伝えていいのかがわからない。こんな感じじゃないでしょうか。集まる集客プロデューサー永田です。私は38歳の時に OL を辞めて起業しました。そこから13年間講座コンサル業美容業の個人起業家さん15業種150名を超える方々を月賞7桁8桁へサポートしてまいりました。この番組では私の経験と最新の研究に基づいて集める集客を集まる集客にガチャッと切り替えるヒントをお伝えしていきます。ぜひチャンネル登録をしておいてください。ライバルが増えて集客ができなくなったという場合、もしかして同業のライバルの人気の投稿に寄せてコンテンツ作っちゃってませんか？それだけは本当に絶対に絶対に NG。 そしてインスタ集客だけやってませんか？他の集客方法ありますからね。売りたい商品があるんだけどなかなか良さが伝わらないっていうパターン。そもそもなぜ伝わってないんでしょうか？相手目線に慣れてますか？相手目線でどうやって伝えたらいいのか分かんない方はラブレター構造トレーニングがありますので概要欄で後でチェックしておいてください。戻りますよ。相手目線になって伝える言葉の選び方はどうでしょうか？集客のね、そもそもやり方分かんない、難しい用語分かんないっていう方、これはですね、集まる集客総研で学べばいいですよ。ウェブ検索しても難しい用語がさらに難しい用語で解説されているので全然わかんなくなってくっちゃうってことありますよね。ですから集まる集客総研ではそんな方を救済するためにですね、世界一わかりやすく優しく丁寧にお伝えしてますので、わかんない難しい用語があるっていう方は集まる集客総研でその中で検索してみてください。それでも分かんなかったら私に言ってくれれば解説記事をリサーチャーとみんなと書いて準備していきますので安心してくださいね。誰にどう伝えていいのか分かんない。なんでそもそも分かんなくなっちゃったんでしょうか。私だったらですね、誰に何を伝えたいのか書き出ししてみることをおすすめしてます。ペルソナの方と何を伝えたいのかパターンをいくつか作ってきてくださいなんてね、ワークを出すんですけれども、多い方は10パターンぐらい作ってきてくださいます。その10パターンの中から私が集まる集客プロデューサーとの視点で売れそうだなと思うやつを選んでます、みんなはどうするか、誰に何を伝えるのかパターン書き出してみてくださいね。そして書き出したら決断してください。これ AI に任せちゃダメなやつです。自分で決断したら今度はバディアイチャット GPT を使って、これ相手目線になってますか、伝わってますかって、ね、聞いてみてください。そうすると率直に分かりません、伝わってません、こんな風に伝えたらいいんじゃないでしょうかって AI が、ね、提案してくれますので、はい、誰にどう伝えていいのか分からない問題はこうやって解消します。最後に、集客は本業でお客様に教えてることを発信していけばいいだけなんですね。講座コンサル業の集客って本当はとってもシンプルなんです。集客は本業でお客様に教えてることを発信するだけ。あなたが本業で教える仕事をしているときに A さんに教えてあげたことをB さんにも C さんにも教えてあげたい時ってないですか？ありますね。それです、それ。ここで聞いても集客は初めてどこから始めていいのかすらわからないっていう方、インスタ集客を教わる企業塾に入っているけどあんまりうまくいってないっていう方へ最後にプレゼントのお知らせです。6冊プレゼントいたしますので、この動画最後まで特典の部分をご覧になってください。それでも不安だったら集まる集客カレッジで学べばいいですよ。月々2980円で SEO、SNS、広告も全部学べます。概要欄をぜひチェックしてください。何
最後までご覧いただいた方々のために6冊の電子書籍のプレゼントをご用意しました。個人事業家のお悩み解決専門の集まる集客式チャット GPT プロンプト全集、ジェミニクロードでももちろん使えます。伝えるのではなく伝わるラブレター構造ライティング基礎講座、企業物選びに失敗した方の満足度 99%、 目から鱗の集まる集客ロードマップ、 AI の力と起業家の感性の力が合わさると仕事の結果がガチリと切り替わる、マイリサーチマイライティングトレーニングブック、月曜7桁8桁報酬を150名生んできた私がヒットする講座の作り方を解説しました。チャット GPT の使い方、女性起業家のためのウェブマーケティング、集まる集客最新メソッド、これら6冊の電子書籍をプレゼントしています。概要欄にリンクを貼っておきます。集まる集客カレッジはお客様へのラブレターの書き方を学んでいただく女性起業家のためのオンラインカレッジです。SEO 集客、YouTube 集客やランディングページの書き方、新しい講座コンテンツの作り方など、動画のコンテンツを24時間学べます。バリーアイが無料でお使いいただけます。さらに月に1回個別相談会が無料で受けられます。このチャンネルではこれからも集める集客を集まる集客にガチッと切り替えていくお役立ち情報を発信していきますので、チャンネル登録といいね、高評価ボタンをポチッと押しておいてくださいね。めちゃくちゃ励みになります。